はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。奴隷のテクニカル分析を3分で解説します。本日、ロンドン市場の見通しとなります。まずは結論から。2時間中ボリンジャーバンド、トレンドはありません。1問金好票上昇トレンド進行中、ストキャスティックス、開始シグナルが点灯ということで、2時間足ベース、底堅く推移と考えております。それでは、テクニカル分析とサポート、レジスタンスをご紹介します。 はい。二時間足ボリンジャーバンド、トレンドの方向性示す赤い点線、21本移動平均線、真横を向いております。全くトレンドが出ておりません。はい。そんな中、ローソク足はといいますと、レジスタンスラインとしてワークしておりました。21本移動平均線、上抜けして推移しております。二時間足ボリンジャーバンド、トレンドレス状態ということです。はい。二時間足ストーキャスティックス、かなり強い買いシグナリが点灯中ということです。はい。こちら、二時間足の一目均衡表です。形状から言いますと、上昇トレンドの形状です。 はい。それでは本日、ロンドン市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。はい。サポートラインは134円ちょうどレベル。134円ちょうどレベルと考えております。はい。続きまして、レジスタンスラインです。レジスタンスラインは135円ちょうどレベル。135円ちょうどレベルと考えております。 はい本日ロンドン市場の予想レンジ134円ちょうどレベルか135円ちょうどレベル134円ちょうどレベルか135円ちょうどレベルということですはいポイントですアメリカ銀行決算警戒株価変動注意ということではい昨日なんですけども欧州時間ですねバンクオブアメリカの決算発表ありました市場予想を上回ったということでえダウ先上昇したんですがその発表されましたゴールドマンサックスの決算発表なんですけど こちら市場予想を下回ったということでダウ先が急落ということでリスクオフの円買いが優勢となりまして133円の861まで下落したんですがニューヨーク時間に入りましてブラードセントルイス連銀総裁がインフレは根強く えー、利上げ継続が適切、制限的な政策金利は5.5%から5.75%の範囲と見込むと発言したということで、アメリカの長期金利が上昇、ドル円は134円の325まで上昇しております。本日アアジア時間なんですけども 日経平均株価ダウ先が下げ幅を縮小したということでドル円は134円の30レベルまで反発しておりますはいそんな中もう一度ポイントですアメリカの銀行決算警戒株価変動注意ということではい本日もアメリカの銀行決算続きます先週金曜日から、えー、アメリカの銀行の決算発表続いております本日も9個 発表予定ということで、やはりこの中でメインは20時30分のモルガン・スタンレーということで、はい、昨日もバンクオブアメリカ、ゴールドマン・サックスの決算発表を受けまして、まあ、ダウン先、動いておりますので、本日もモルガン・スタンレーの決算発表を受けて、えー、株式市場、動く可能性があります、そうなった場合には、やはり、まあ、リスクオン、リスクオフで、円が買われたり、売られたりということで、ル円も動く可能性も十分考えられるということです。はい、そんな中、えー、チャート形状的に 言いますと二時間足ボリンジャーバンドトレンドです。状態一目金公表は、えー、上昇トレンド進行中ストキャスティックス回しなりが点灯ということではいドル円ですね本日ロンドン市場におきましてチャート形状的には底堅く推移と考えておりますドル円本日ロンドン市場におきましてチャート形状的には底堅く推移と考えております はい、右のバナーのチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から口座解説をして、キャンペーンにエントリーしていただくと、通常の口座解説特典2000円と、新規取引以下1万通貨10ロ以上で、チームハロンズ視聴者キャンペーン特典、はい、5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引用に応じて最大30万円、合わせて30万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。最後にグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日 は以上となります。